お寿司とか焼肉とか唐揚げとかそういうのがやっぱ好きですね。中でも唐揚げはライブ前とかレコーディングの前とかに食べますね。油が喉にいいっていう噂を聞いてこの辺全部今年の正月に作ったやつですね。本当に何も考えない時間がそこに生まれるんですよね。黙って何かに没頭してる時間ってあるようでなくて、器作ってる時まさにその時間なんですよね。僕そういう時間が好きで、さらにこうやって生活に使える何かが生まれるっていうのが陶芸の面白いところかなと思います。生きたもの、命のあるものが家にあるだけで何かと共存してる気持ちになれたりとか、緑やこう花やそういったものは場所と水さえあれば生きてくれるから、助けてもらってますね。好きな絵を描ければなとは思ってますね。何も考えずに、自分が描きたいことや塗りたい色を塗るっていう、そこには誰も入れないですから、常に誰かの目を気にしながら生きてて、こういうのでやってる時ってそれがないんですよ。それが割とこう大事な時間なのかなと思います。芝居うまくないとダメだと思うんですよ、僕も。なんかそれももちろん大事だけど、もっと大切なのはその自分がやれることを自分がどれだけ大切にできるかの方が重要なような気がしてきました。大事に思ってる気持ちが誰かに伝わると、スキル以上の広がりがあるような気がします、表だって言えば仕事ですもちろんその裏にはいろんな欲がありますから。めちゃくちゃミーハーなんで僕叶った夢もたくさんありますし、一緒にお仕事したかった人たちとお仕事できるようになりました、ただそこからさらにこの仕事を続けていく難しさは、スキルだけではどうしようもカバーできないものがあると思います、例えば周りのスタッフさんへの感謝の気持ちだったりとか、好きなものを好きだってずっと言い続ける気持ちは、もしかしたらもう何よりも大切なのかもしれないですね。